明日の話題という YouTube チャンネルでうつ病の薬を安易に飲むなという内容の動画を見ました製薬会社と精神科医が儲かるために依存が高い精神薬を承知していると言っていました自分の場合そういう製薬会社で陰謀論を信じて大薬師精神病を再発した過去がありその動画に不快感を感じましたひろクさんは患者のためにではなく儲かるために薬を出しているい陰謀論はどう思いますか 多、まあ、かれ少なかれそのビジネスとして、まあ、薬出したりとかお医者さんは治療しているので儲かるかどうかっていうのは確かに事実なんですよ。であの薬を作るメーカーっていうのはあの儲かるために薬作っているのでただあのここでポイントにしなきゃいけないのはその「明日の話題」という YouTube チャンネルはあの儲けるためにその動画を作って広告費をもらってますよね。 とといううころの方が問題だと思うんですよ少なくともそのうつ病の薬とかってまあ人によってはそのある程度そのうつ病が抑えられたりっていうそのちゃんと薬効がその何年も調べて証明された上で発売された薬なんですよ。 なのでその薬の処方の仕方とかで必要以上に薬を配ってるよねとかであればそのお医者さんが悪いよねっていう可能性はあるんですけど少なくとも善意のもとに作られてで多くは善意のお客さんによって処方されてるんですよ。でその要はうつ病を治すためにそのお客さんである患者さんにお医者さんが薬を出してますと。でそれを飲むなっていうのはうつ病の人が悪化するんですよね。 その、まあ、すげえ悪徳のお医者さんがいたら別として。要は、その、人の、その治療行為を妨害することをやって、金を稼いでるチャンネルなわけじゃないですか。その動画って。だから、金儲けでどっちが悪いかっていうと、僕はその動画を作ってる人たちの方が悪いと思うんですよね。<laughs> その、要は、あの、本当にその効果のない薬にこう、その効果がないですよっていうんならいいと思うんですけど、もしその、じゃあ、 そのお医者さんが処方している薬に効果がないっていうのを証明するんだとすると、論文書いて学会に出して、で、下手するとその製薬会社との裁判をやってっていうので、何年もかかってようやく意味がないよねってなるわけですよ。例えば、アビガンとかって効果がないと言われても一応売ってるじゃないですか。で、その、あの、臨床やってみたけど、あの、効果は立証できませんでしたみたいになるんだけど、でもそれでも、その、効かないとは言えないじゃないですか。 要は薬が効かないっていうのってすごく難しいんですよ。でもそれをその調べ物しないし論文も書いてないのが金稼ぎのためにやってるのってどっちかというと僕はその動画チャンネルの方が悪いんじゃと思うんですけどいかがでしょうか <laughs>